立憲民主党の岡田克也幹事長が会見で梅谷議員が告訴された件について問われたようですが、あまりに無責任な回答にツッコミが殺到し大炎上しているようです。岡田幹事長と記者のやり取り、その実際の映像、杉尾秀哉議員による公職選挙法違反の疑い、泉代表のブーメラン直撃の発言など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の岡田克也幹事長が9日国会内で定例会見を行い、衆院補欠選挙や日米首脳会談等について発言しました。4月16日に告示される3つの衆院補欠選挙について、岡田幹事長は3つの選挙区の構図がほぼ固まったとの認識を示し、有力な候補を擁立することができたのでしっかりと頑張っていきたいと意気込みを語りました。また特に東京15区について、党選挙対策委員長の大串博衆院議員が記者会見で、与党の議席を減らすために各野党と連携し力を合わせたいと述べたことを踏まえ、共産党が候補者の取り下げを発表いただいたことは大変ありがたいとの認識を示し、その上で他の野党についても同じように候補者の調整についてご協力をいただくことを期待したいと述べ、今の自民党政治と金の問題について有権者国民の審判を問う場でもあるとして、大義の下で野党ができるだけ力合わせができればと思うと表明しました。さらに今週行われる日米首脳会談について、岡田幹事長は国会でのさまざまな議論がなされないままに、いきなりアメリカと首脳会談で合意するという例が過去にあったとして、そういうことにはならないように願いたいとの認識を示しました。なお立憲民主党では新潟6区現新潟5区選出で衆議院議員梅谷守議員が上越市内で有権者に日本酒を渡していた問題で、4月9日糸魚川市の行政書士に公職選挙法違反寄付の禁止の疑いで刑事告発されています。問題発覚後、梅谷議員は国会で記者団に対し、私の認識不足、軽率だったことを深く反省している、今後二度とこのようなことがないことをお誓い申し上げると語り、約25分間のやり取りで認識不足、軽率を繰り返し、報道陣から質問に答えていないと指摘されており、梅谷議員の事務所も会合の対価として提供したとし、今後は疑義を生じさせかねない物品などの提供は差し控えるとの回答で、その後本人の SNS 上での謝罪は確認されていますが、会見などは開いていませんでしたが、告発を受け梅谷議員は自身のホームページで、発覚前から捜査機関に自主的に事実関係を説明していたとして、この間皆様に説明ができない状況であったことをお詫びしますと謝罪、引き続き捜査機関に全面的に協力するとしています。この件について会見後半に新潟日報の記者が、梅谷議員が告発されたことを知っているかと質問しましたが、岡田幹事長は承知していないと回答。さらに党への影響を問われた岡田幹事長は、どういう理由でどういう内容で告発されたのか承知しておりませんのでコメントできませんと回答しました。また現在進められていると思われる党の調査の進捗状況を尋ねられても、と思いますと回答するにとどめました。実際の映像をご覧ください。
新潟日報の海瀬と申します、はい、よろしくお願いします。梅谷議員の関係でお伺いします。すいません、途中で入ってきたもので重複していたら大変恐縮なんですけれども、本日地元の方からですね、梅谷議員への刑事告発がなされまして、告発状が提出されたという状況です。これに対して、ご存知であれば受け止めをお伺いしたいと思います。承知しておりません。提出されたということで、今後は受理されるかどうかも含めてですね、一定の司法プロセスがあろうかと思います。これは党としての今後の対応に影響を与えますでしょうか、それとも党としての結論はこれとは別に出していくことになるんでしょうか。どういう理由でどういう内容で告発されたのか承知しておりませんのでコメントできません。先般から進めておられます今回の、日本酒供与の件のですね、調査ですとかについては進捗いかがでしょうか。時が来ればこの場で発表したいと思います。ありがとうございます。ニュースを深掘りというわけで、岡田幹事長は梅谷議員が告発された件について問われましたが、説明責任を果たしていないということでしたね。ただ岡田幹事長が承知しているしていないにかかわらず、党所属議員が公職選挙法違反の疑いで告訴された事実は変わりなく、専門家は今回の梅谷議員の行為は非常に典型的な公職選挙法の違反の事例として考えられるものに近いと言ってよい。そこで公職選挙法違反の容疑で告発されてしまうというのも理由のないことではないと言える。これまで与党自民党の政治と金の問題を批判する中で、その作り出された裏金が選挙に使われていたのではないか、公職選挙法違反ではないかと指摘してきていた野党第一党の立憲民主党にとっては非常に痛い失点となる可能性があると指摘しています。さらに岡田幹事長の今回の対応、取り返しのつかない失点になるのではないでしょうか。また立憲民主党では先日、杉尾秀哉議員も立憲民主党の公式 X 旧 Twitter が記載した今後の補選候補者のアカウントと画像を記載を引用して拡散、岸田政権に国民の脳を、4月28日の3補選よろしくお願いしますとの文言を投稿していましたが、これに対し X 旧 Twitter では事前運動じゃね、公職選挙法違反ですよねなどの指摘が相次ぎ、選挙コンサルタントの大浜崎拓磨氏も X 旧 Twitter で杉尾議員の投稿を選挙を特定し候補予定者の氏名並びに指名類推事項を入れ、告示日投票日の記載があり3補選よろしくお願いしますと具体的な選挙の依頼行為の記載があると、選挙運動の3要素を満たしている可能性があると指摘。一方立憲民主党という政党名や政党支部長の記載がなく政党の政治活動とは認めがたい、事前運動の要件を満たしているように見えると指摘され、その後杉尾議員の投稿は削除されていますが、未だ釈明等はありませんし、執行部も触れようともしません。一方で、泉代表は5日に国会内での会見を行い、自民党が裏金事件に関わった議員への党内の処分が4日に決定し、議員85人中39人が処分対象で、そのうち離党勧告2人、党員資格停止3人といった内容に、処分がほとんどないに等しい、甘すぎると改めて訴えており、また党の処分対象外となった岸田文雄首相が自身の責任について最終的に国民党員に判断してもらうと述べたことに、開き直ってある意味国民に喧嘩を売っているような言い方だと猛批判していました。その際泉代表は、民間企業で不祥事が起きた時に社長が部下を処分して、最後に私の処分についてはユーザーの皆さんに決めていただきますとか、
ありえますか？我が社の商品を購入してくださる方に決めてもらいたいとか、何を言っているんだという話ですよ。社員の皆さんに投票で決めていただきたい、そんな会社がありますか？と疑問を呈し、不祥事を起こした会社や団体が、トップが引責した例を挙げ、自民党という組織の異常性が表に出た終わり方。最終的に国民、党員に判断いただくっていうのは、ある意味強気な発言、強弁。自分に対する処分は選挙でやってくれよという言いぶりと指摘しました。その上で、泉代表は、自分は自分を処分しない。文句があるんだったら言ってこい。文句があるんだったら、国民判断してみろという言いぶりと語気を強めていました。さらに、岸田首相の発言に、泉代表は、自民党総裁選で決着がつくのか、それとも総選挙で決着がつくのか、2つしか処分する方法はないということが総理の発言だったと私は解釈していると続け、ここぞとばかりに政権批判をしていましたが、今回の岡田幹事長の対応を見るにつけ、他党に厳しく自党に甘いのはどちらなのか、甘すぎるのは誰なのかが明らかであり、泉代表の発言こそ国民に喧嘩を売ってるようなものですね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。知らないの？おー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 、無知すぎなーい。今教えてやったんだから、走って事実確認してこい。たった一人に、一体、どれだけ時間をかけるんだ。ホテルが冷めた頃にさらっと発表する気だろ。そうはいかないぞ。ほんとラブスタ。身内の不祥事はスルー。他人の不祥事には、身内全員で叩く立憲スタイル。ほう、自民党の不祥事を叩く姿勢と随分違うな。こんなことでどうやって信任を得るのかね。自民党議員なら離党か辞職するまで連日追い込まれる案件だぞ。野党なのだから説明責任なんてないよ。本気でこう思っていそう。こいつら本当に一貫して自分に激山を崩さないなわら。この点だけは全くブレるということがないわら。立憲の支持率見ればわかる。国民の多くは立憲の正体を見抜いてる。自民党の裏金問題をメディアが大騒ぎしても立憲の支持は上がらない。説明責任はどうした？いっつも言ってることとやってることが違うから野党の支持率上がらないんだよ。知らなかったから仕方ないというなら、自民党の裏金議員も知らなかったで済むな。他人を厳しく追及するなら身内にはより厳しくしないと、ただ性的に嫌がらせしてるだけとしか思われない。まあ実際そうなんだろうけど、これが自民党は腐っている。やめろとか散々騒いでいる人たちです。クククク、ク、自分たちはいいのということでしょうか。わら、時が過ぎるのを待って結局は何も言わないんだろ、このダブスタのクズ政党。もう1ヶ月以上も調査してまだわからないのかよ。わら、裏金問題と違ってたった一人だぞ。立憲民主党って不正やってもみんな曖昧なまま終わらせたいのかな。頑張れ岡田幹事長。あなたが党の要職に就くと必ず選挙はボロ負けになると言われています。このまま伝説にしていきましょう。愛の感想。このニュース
あなたはどう思われましたか？岡田幹事長、もはや心配になるレベルで大丈夫なのでしょうか？このようなことを言うと、明らかにツッコミが殺到することは分かりきっていると思うのですが、それが本当に分からないというのであれば、もはや国会議員としてではなく、社会に適応できない人間としか言いようがありませんね。いずれにせよ、まずは会より始めようですね。何度も何度も、いろんな方面から言われていることですけど、ご自分の党の処分を厳格にしてからでないと、言葉が上滑りしてしまいます。処分した方がいい方、大量にいませんか？執行部の中にも、どなたかを党として重い処分した方いましたっけ？現状、サッカーで言うと、自民党のごたごたで、無人のゴールに蹴り込むだけの状況。それさえもできない野党第一党、完全に不要としか言いようがないのは、それこそ国民が次の選挙で証明してくれるのではないか、そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。